の初の夜行列車降りた時から青森駅は雪の中、北へ帰る人の群れは誰も無口で、海鳴りだけを聞いている。私も一人連絡船に乗り、凍えそうなカモメに詰め泣いていました。ああ津軽海峡冬景色、ご覧あれが龍飛岬、北の外れと見知らぬ人が指をさす。息で曇る窓のガラス拭いてみたけど、遥かに霞見えるだけ。さよならあなた、私は帰ります。風の音が胸を揺する泣けとばかりに、ああ津軽海峡冬景色。私は帰ります。風の音が風を揺する泣けとばかり、ああ津軽海峡冬景色。